はい、皆さんこんにちは。鉄棒でございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えー、さて、あのー、先日、あの元気旅北海道さんのえー、夜市から小樽の朝の様子の動画っていうのをこう。私がこう画面で動画を見ながらで、それについてあ、あだこうだ。お話しするっていうのをアップして。まあ、あのー、この辺にずっとモザイクがかかってる動画でしたけど。 えー、そういった動画にもかかわらずたくさんの方にあのご覧いただきまして、えー、ありがとうございます。まああの「西部警察」とか「私をスキーに連れて行って」とか、えー、当チャンネルの,あのボリュームゾーンの方々に響くようなですね話題をちりばめながらお話をさせていただきたわけでございますけれど、まあ、それはともかくとしてでその後にね「あの元気食べ北海道」さんあの後編ということで今度長万部から小樽までの、ね、山線全,全体をね 乗車されててでそれについても実況しようかなと思ったんですが、えーね、動画配信して乗ってる人がものすごく少なくて、まあ、これあの、元気旅北海道さんと直接あのツイッターとか DM とかでちょっとやり取りしたんですけど、まあ、ご本人もすごい乗ってませんでしたっあおっしゃってるんですけどねあのちょっとあまりにも乗ってなくて。 でどうしようかなって、これ、あんま話すことないな、実況してもと思って、でまあ、とりあえずちょっと実況という形ではなくて、今回は、えっ、ー、と、まあもう,こう、この線に関しては、バス転換がほぼ決まってるから、あんまり今さら言うこともないんですけれど、まあ、実際にそれを拝見して、で、まあ、やっぱこうなんだなって、ちょっと思ったことをね、お話ししようかなと思います。 でえっとね私ね、ねちなみにこの山線に、まあ、何度かこれまで乗ってるんですけど最後に乗ったのを調べたらね2017年の2月10日に乗ってます。で、えー、新函館北斗から新函館北駅から長万、えー、部まで特急北斗に乗って当時はまだスーパー北斗と呼ばれたと思うんですけどあのー、183系の,あのハイデッカーのグリーン車つないでやつがまた北斗で走ってた時代ですからね。 その時はスーパー北斗だったんで、北斗で、長万部に12時,12時20分に到着して、で次、1時16分の山線の普通列車に、えー、乗ったんですね、で、小、まあ、1, 1時間あったんで、まあ、せっかくだからって、ちょうどお昼時だと思って、あの駅からちょっと歩いて、あの金谷さんに行って、えー、カニ飯の大盛りを食って、ですね、えー、腹を満たしてから、その山線の普通列車に乗って、えー、13時16分の普通列車に乗って、 えー、14時50分に今くっちゃんに着いたんですけれど、まあ、その時ね乗った時の感じなんですけれど、えーとね、2両編成だから、まあ、ここは今,今もデクモ2両編成で走っているのかなそこ、えーまああの、列車の長さと一緒もちろんデクモじゃなかったんですけど、えー、それに乗った時に、えー、とねにボックス席が、まあ、もちろんきっちり座っているわけじゃないんですけどボックス席に1人とか2人ぐらいな感じで大体の席が埋まっているような感じ。えー、と片方が、えー 1>, えと1人ずつの向かわせで片方が 2, 2人ずつの向かわせ一部ロングシートになってるみたいな感じでまあどの席にも誰かしら人が1人ないし2人は座ってるような感じでなんで、まあ、全然乗ってないっていう感じではなかったんですただその時ね乗ってた人のね7割ぐらいはね訪日外国人でしたなので,で今回ね「元気旅北海道」さんの動画を拝見しましたらおさまんべ出発時に え乗られてた人が、えー、オイラを含めて6人とおっしゃったんで元気だべ北海道さん入れて6人しか乗ってなかったということなんですね。なんでまあコロナの影響で、まあ、人は少ないとはいえ、まあ、仮にコロナの影響がなかったとしても訪日外国人を抜きにすると乗って10人とかその程度だと思うんです。さすがにに逆だったとししてもですよ列車一両で10人しか乗らないんじゃやっぱ パリーきついしで、まあ、その後ずっと駅止まっていくんですけれど、えー、くっちゃん到着あたりまでほとんど人の動きところどころで1人2人乗ってきて、まあ、降りるぐらいの感じで本当に乗ってないんですよね人が途中の駅、本当にあの乗り降りする人がいなくてあの長万部からくっちゃんまで移動する以外のところ本当にその区間の間の移動っていうのが本当に少ない。 途中で、えっとなんだっけ、黒松内で乗って蘭越で降りたのかな、なんか途中で人って降りたのがあったっけど、ちょっとごめんなさい、あの、あの元気だべ北海道さんの動画については、あのこの右上のカードか概要欄のところにリンクあるんで、まあ、そこからご覧いただければと思うんですけど、まあ、ご覧いただければ分かいと思いますと、本当あの、乗り降りがない途中で、だから逆におさまべくとくっちゃの間でものすごいたくさん人が乗ってて、その間だけでも移動してくれればいいんですけど、 もう途中の乗り降りがないから本当にもうの需要がないんだなっていうのがもう丸わかりでしたねで、まあ、コロナが逆に収束して訪日外国人が戻ってくれば、まあ、私が乗った時みたいな状態ぐらいには戻るとは思うんですけれども。 これも新幹線ができたらなくなくっちゃいます新幹線ができたら、あのー、当時長万部から乗った普通列車に乗った北斗神宮寺の方ってほぼほぼ私がそこまで乗ってきた北斗に乗ってきた人なんですよ。まあ、なんか顔ぶれがほぼ見知ったような感じ,感じだったんでだから函館方面もしくは、えー、北海道新幹線で新函館北斗まで来てそこから北斗に乗ってそして乗り換えて倶知安に行くとかって言った伊勢湖方面に行く人だったちだったと思うんですけれど。 まあこういう需要っていうのは当然、新幹線が開通すればみんなもうあの新函館北斗なり東京方面なりからずっと新幹線1本で倶知安まで行っちゃうんであの仮に山線が残ったとしてもこの需要はなくなりますからそうやって考えるとえーローカルの需要だけそのローカルの人たちもおしゃまんべから倶知安まで通して乗ってたような人たちは当然これも新幹線に流れる可能性が大なんで乗る人いなくなりますよね、本当に。だから うーん、残すのがそもそも無理だったのかなっていう気がします。結局のところね、やっぱりね、あのまあ、もうここに関してはバス転換がきもうほぼ決まったんで、あの今更どうのこうのはないんですけれど、やっぱりローカル線を残すとなると、まず、沿線の人口が増えないと、もうだですよねで、それがすぐにできないことも分かってるじゃないですか。何かものすごい ドラスティックな政策をして、まあ、例えば移民をたくさん受け入れるとかなんかこうえ子育てする人たちに対する支援がもっとすごく手,もう手厚くなってもうみんなこれはもう子供をねあの結婚して子供を作って家族を持たないと損だぐらいの感じにならない限りねあり状況は好転しないわけでこんなのすぐできるわけないんでお金もかかることだし。 移民を入れるなんてことになるとまずものすごく賛否両論になるからこれはすぐに政策は通らないでしょうしすぐにできることじゃないんですけどねで特に北海道の場合今まで廃線になってきたところっていうのは過去に何があったかっていうと石炭があったか、えー、もしくはニシンの量でものすごくにぎわってたかどっちかなんですだから産業があれば人はそこそこ集まるんですよ 昔の,あのまあ九州もそうですけど炭鉱の町なんていうのはそれ,それこそどっかの町よりも人口密度が高いぐらいのところがあったわけですから産業があれば人が集まるんですけどもまあ今残念ながらそういうふうな炭鉱はみんなほぼ廃鉱になってしまってでシも昔ほど取れなくなってしまってでじゃあ農業でっていうことで農業はもうやっぱり1人で大きなところを今やらないとなかなかねあの採算も取れないでしょうから。 で農家の方はそんな別に通勤する必要ないからそもそも電車に乗る必要はないしなおかつにじ仮に人口が増えたとしてもですよ、えー、それなりの大きさの政令指定都市例えば岡山とか新潟とかこの辺りを見たって、えー、車の分担率が高くて公共交通維持するのが大変な状態になってるぐらいですから本当もう もう札幌、東京、名古屋、大阪、福岡これぐらいの規模感がないとなかなか鉄道でまあ儲けを出すことが難しくなっているというのは実情じゃない,ゃないかと思うんでんだから、やっぱり難しいですよねもうそうやって考えていくと、うん、人が増えたところで車から車の利便性をみんなから取り上げるというのが難しいですから。 まあ今回はちょっとね山線ってお話だったんでそこまでいくとちょっと話が飛躍するんですけれどまあちょっとねこの山線の動画を見て改めてあの今後のね鉄道を維持する難しさっていうのをやっぱり感じましたね本当にそれについては思いましたあの皆さんねニセコとかランコシとかのそれぞれ自治体の町長さんとかがやっぱり団長の思いで鉄道をやっぱりっていうふうにおっしゃってるしやっぱりあの鉄道を残したいっていう気持ちはよくわかるんですけれど もうやっぱりノスタルジーだけでは鉄道維持できないんだなっていうのが分かります。んちょっとあまりにももうみんなな乗ってないしいいいらななんだなっていうことじゃないいかと思うううんですよ、うんまあ、そういうことはねこれまで何度もそういう動画であの他の動画でもお話ししてきましたけど、まあ、今回ね、ねこの山線の動画を見て改めてそういうことを思いましたということで、えー、今回、ちょっとそういう感じでお話をさせていただきました。ということでご視聴どうもありがとうございました。